はい、パート6ですね。いきたいと思います。ですね、前回までの動画で、その声が、音量とかも含めてなんですけど、声がね、ちょっと左の方からしか聞こえないっていう、ことを聞いてですね、別なヘッドホンマイクで今試してるんですけど、いや、両方聞こえてたらいいんだけどな。もうね、こんなにね、自分の声をね、配信前に試して、で、なんだ？確かめて聞いたことは今までないっていうぐらいもありましたね。もうちょい声の音量がね、拾えてるのかなと思ってたんですけどね、思ったより拾えてないっていうのがちょっと困りまして、ちょっとね、聞き苦しい点が過去、まあ、今もまだね、多分聞き苦しいままなんだと思うんですけど、少しでも改善されてればいいなと思います。ちょっとそんな中、第2戦目ですね。息漏れの音とかもね、ちょっと気になるんですよね。いやー、心配だな。ハイランド王国軍の立て続けに来る戦闘よりも不安だな。ソロンチ、2連戦なんでね、休息も与えられずに2連戦やるというストーリーですね。戦闘開始。大丈夫です。そしてこれがテイク2になっていないこと、テイク2を取らなきゃいけない状況にならないことを祈って。使えないのか。皮膚がなくなった。なかなかね、声の、後ろから援軍が来た。敵の援軍が。いやーね、基本的に録画をする時間帯というのが、なかなか声が出しづらい時間帯が多くてですね、まあちょっと昼はね、さすがにする時間がもちろんないので、まあ、それは土日祝日問わずなんですけど、となると夜になっちゃって、で、結局声が小さいっていうね。もうちょい大きく喋れたらね、本当はいいんですよ。自分、本当はそうしたいんですよ。声張りたいんですよ。本当に声張りたいんですよね。さあ、助けに行こうか。ちょっとストーリーが飛び飛びなんでね。あ、敵出るんか。声の話はちょっとね、とりあえずおしまいということで、またちょっと試行錯誤をまだしている段階なので、もっといい方法があったらそっちを試すと思うんで、
かを助けに行かないといけないんだよね。すいませんね、5分ぐらい5分ぐらい長々喋って申し訳ないです。パッと見たら5分とか経った。自分の音量の問題。大丈夫かな今、なんかなんだなんだこれ。こんなに戦闘シーンあったんだっけか。まああったんだね。いや覚えてないな。もしかしたら不必要な戦闘なのかもしれない。そのまんまストレートに行けばいいのかな。まあ戦っちゃったからしょうがないか。ツボだ。何のツボだ。ちょっと今回の動画は30分よりは短めにしようかなと思います。安定してからまた30分、まあ、これが大丈夫と確認できてから30分また上げていこうかなと。まあパート7で30分ぐらいになる。また戻してるかもしれないので、そうですね、この動画確かめて以降ですね。トルカブライトがいる。こんなやつら相手にあの男は手こずっていたのか。こんな あの男、父親のことかな。同盟の豚って豚好きだな、ルカブライト。うん、ピリカ危ない。口悪いやつや、助けるよ。ピリカ危ないって。よし、いいことを教えてやる。この世には強いものと弱いものがいる。強いものは全てを奪い、弱いものは死ぬ。それがこの世の仕組みだ。それをこれから見せてやろう。強者でいいのかな、強者でいいのかな。ガッチャ、弱者を奪う瞬間の、やめろやめろってやめろ。どっち恋のセリフは聞き飽きたんじゃないのか。ガキどうしてこ、ああそっか、ピリカ、そうだな、声出なくなっちゃったな。やめろよ。無力ゆえの苦しみの目だ。わ、性格悪いな。やめるかよ。やめろよ。よし、ビクトール、行くぞ。ありがとう。あ、そっか、それで下にいたんだ。
この二人は。よし、逃げろ。貴様、小賢しい真似を。どうだろう。当てって言われてます、奴がいるか。逃げろ逃げろ。ペリカ大丈夫かな。大丈夫かね。喋れなくなっちゃったか。ペリカどうした。ペリカかな。かわいそうだよ。ずーっとかわいそうだよね、ペリカね。本当にね。初見の時はもう、まあいいや、その時に話そう。だいぶ先の話なので、その時に話そう。なんだろうか、なんていうかね、ルカブライドこの野郎っていうね。そう思いましたよ。積年の恨みっていうね。どんぐらいの話かな。パートにしたら30、40ぐらいになるのかな。いやー、そこまで頑張ってね、やりたい。で、トトの村に行くんだよね、確かね。さあ、着きましたね。ペリカどこ行くんだ。本当に、あ、ハンナね。いや、一人じゃどうしようもできないって。大きな力には一人では。一緒に戦いましょう。お願いします。あれ、中入ってないんだ。あそこ適当なんだよ、確かね。この時のパーティー構成っていうのがランダムなんだよね。ペリカなんでそんなとこ入っていくんだ。こんなところにいたのかい、ペリカ。どうして、ペリカは何を知っているんだ。何かがあるのは知っているんだろうか。あ、なるほどね。祠の世話をしていったんですか、父親が。何か文字が刻んであるぞ。なんだこの文、これは。
我と我が友の思いをここに封じる。我らはついにそれを一つにはできなかったことを深く後悔するものである。はあ、幻覚。幻覚じいちゃん。そうだ、祠の中に入っちゃったんですね。ちょっとね、ホワイトノイズ的なものが、すいません。運命の移動をたどると者たち、粛清の集う前触れ、それを呼ぶ少年たちよ、進みなさい。運命を紡ぐ者にはそれをその手にしなければなりません。何か意味深な。力を求めているのか。これが初めてか。初めての上位に出会ったあの日ってことね。ひどい言われよ。ひどいな。夜なよた腰抜けが映るぜ。あ、上位を腰抜け言ってんのか。違う、タックのことを言ってるのね。すいません。あー、そういうことか。幻覚じいちゃんが腰抜けた、だからそのもらわれっ子ってことね。だけじゃなくて、みんなね、現実でもこういう回想シーンというかね、ありますよね。僕はいつしか君と友達になった。ありますよね。これがね、よくわからないんだよな。犬を覗いてるんだろうけど、多分違うんかな。使っちゃった。君がいたから僕は寂しくなかった。
クムクがいたあの木に何か埋めたんだ。喋らないかな。男同士の秘密だ。なんだかんだで仲いいね。羨ましいよ。あの時が永遠に続く気がしていた。羨ましいよね、友情。ベタベタかもしれないけどさ、こういう友情なかなかね、現実であるかというとね、なかなかね、いろんな友情があるでしょうけど、いろんな知り合い方、いろんな、趣味とか、そうだな、まあなんか馬が合うというかね、そういろんな知り合い方ってあると思うんだけど、なかなかね、そういうのって。難しい。こういうの、その子のタックと上位ぐらいのかけがえのない友情っていうのはなかなかないです。生も死も共に選んだのだから。までの友達は、欲しいな。友達いないみたいな言い方してる。いないわけじゃないけどね。いるんだけどね、ちゃんとね。ちゃんといるんだけど。もちろん。腹を割れるというか、まあ、友達というふうな言い方じゃなくてもいいから、腹を割れる相手が、いやし、そうだな。落ち込んでるときは手を差し伸べてくれたり、そのまあ話を聞いて、向こうがなんか落ち込んでたら話を聞いてあげれて、なんか、それだけじゃなくね、なんか一緒に話してて楽しいのも大事だしな。いろいろあるよね。なんでこんな話してんのよ。ゲームだよ。ゲーム進めなきゃ。ラジオ的なやつを撮ってからその流れになっちゃって。まあいろいろありますよね、みんなね。私は門の紋章の継承者。世界と世界をつなぎ閉じる者。大いなる天秤の代理人にして、運命の見届け人。この地に粛清の集う兆しがあります。今は運命が揺らぎ、未来が見えぬ時。27の真の紋章の一つがあなたたちを認めました。その運命を紡ぐ者よ、あなたたちに道を開きましょう。一つなんだよね、この紋章ね。それを二人にか。考え、そして決めるのです。そっか、力をもらえるんだ、ここでね。力か。力。
の正義、正義でだけど無力なのは良くない気がする、力が必要なら行ってみよう、確かめようね。同時に撮るとかないよね。はい、今の僕には守るべきものがある、そのために力が必要なんだ。紋章が宿った。右手に黒き刃の紋章が宿った。これを得たからといって平穏が待ってるわけじゃないらしい。ですからね、辛いことが待ってるけど力は、あなたたちに宿った力、輝く盾の紋章と黒き刃の紋章、始まりの紋章の二つの層、二つで一つってことか。大丈夫大丈夫。右手に宿ってるんだよね。右手に掲げたから。大丈夫です、そうですね、先に進んでいいんだ、いいんだっけかな、いいんだね。そうですね、セーブポイントはないから先に進もう。この辺にあったあったあった、ミューズに行かなきゃいけないんですが、まあ、ちょっとその前にここでせあれできないのか、一回ミューズ行こう、しょうがない。私は傭兵隊長のビクトールさんの知り合いです。この町で落ち合うことになっているんです。通してください。通せ。セーブしたいんだよ。通してください。僕らがスパイだとても。七海ちゃんお願いします。セーブさせろって言ってください。路地掛けかそれは、花ペチャ女ひどい、確かにそうだけどね、確かにそうだけど、さて今なんて言ったの、花ペチャ女って言ったんだよちびすけが、さあ帰れ帰れ、ちびすけ、ちびすけは別にいいんじゃない、
おかっぱ頭の縮れまいひどいな。おかっぱ頭の縮れまいまいか。それは怒るわ。一回ね、自分もね、髪型失敗しておかっぱ頭みたいになっちゃったことがあって、こんなん言われたらね、こらーってなりますよ。でもしょうがないんだよな、縮れまいまいだもん、しょうがないもんな。だから、外で帽子かぶってましたよ、その時は。入れないで、入れるかな、入れるかな、入れた、セーブできるんかな。ああ、イベントか。ヒルダさん、確かにそうですね、変わったところにアドザしてる。トトからミューズの間だから、まあ通り道っちゃ通り道ですよね。リアル的な話になれば、すればそうだな。変なところにってわけでもないじゃないのか。まあ合理的かって言われるとそうでもないけど、いいとこ建ててんのかって言われるとね。宝の入り口、ああそうですね、遺跡が確かあるんだ。アレックスがそんなこと言っちゃおしまいじゃない。血のやつらに話をしてくるんですね、アレックスは。いや、普通の、アレックスは一攫千金を夢見て、ヒルダは普通の幸せを望んでっていう、そういう夫婦なんでしょうね。いやそりゃ困りますよ、宝探しに夢中だったら。このところ野宿ばっかりだった。あそうだね、ななみ何してんの。それはどういうことだ。それどういうことだ。前みたいに水そんなバラエティみたいな。でそういう、だからこれどういうこと。会話なかったな。何してんだよ的な。おはようございます。ああいいんですね、なんか
旅館じゃないけど、そういうのもいいですね。しばらく行ってないからな、旅館とか。この季節とか行きたいな。セーブさせてください。セーブさせてください。あ、アレックス、セーブさせ、されなかったんですね。だからなんかいいじゃないのね。何を言ってるんだヒルダ。今度こそ本当にお宝への入り口を見つけたんだよ。お宝への入り口か。ああ、そういう夢か。あ、そうか。ニュース紙に入る通行証もアレックスは持っていると。そっか、前入れたんですもんね。ここに戦いをする前。それが今入れなくなっちゃった。ですね。手伝います。の前に、あ、ピリカ、ピリカお留守番。次作パート7でしたっけ。ではその遺跡ですね。その遺跡に向かうと思います。さてセーブができるかな。おっと、大丈夫。あ、よかった。よかった。できなかったらと思った。こっちがいいな。うん。はい。というわけで。もしかしたら、ちょっといろいろまた音声トラブルがあるんじゃないかなと思いますので。まあ、自分でも一応確認はして、見たいと思いますが。なんですね。とりあえず両耳でイヤホンの左右から、イヤホンでもヘッドホン、スピーカー、ちょっとわかんないですけど、左からしか聞こえないというちょっと報告を受けたので、それが治っていればいいなと思ってます。まあ、なんとか解決できればいいなというとこで、じゃあ本日はこれで終了ということで、ご視聴ありがとうございました。